俺はあの池袋の花関みたいにみんな暇人じゃないんで、いちいち YouTube も見てないし、ニンニク野郎は最近再生数落ちてるからタイソンの名前出して調子乗ってる。あ、そうなの。なるほどね。そういうことね。いちいちあいつの配信見てないから分かんないですけど、ほんと暇人だなって。なんか送られてきてちょろっとだけなんか見ましたけど、冒頭だけ。俺あんなクソ暇人じゃないんですよ、ほんとに。勘弁してくれよ。所沢大関に乗っ取られたな。そうなんだ。ぜひ俺がいる時に所沢に来てほしかったですね。じゃあ所沢に来たんでしょ。俺がいる時に来てほしかったけどな。そしたらぶっ飛ばしてあげたのに。ねえ、池袋じゃねえや、なりますのバイカー集団にいじめられてクソ漏らした大関くん、バラすよ全部。お前の情報いろいろ入ってんだけどよ。所沢の繁華街でのタイソンさんの知名度低くてびっくりしました。それはだってね、別に全員が全員知ってるわけじゃないからね。で、俺所沢のタイソンで別に売れてないから。所沢の久保で、俺久保で売れてるから名前が。よくここまで耐えてますね。暴れてもいいっすよ。暴れるというか、花関の花ぼっきの裏の情報とか俺全部知ってるんで、まあそれを暴露した方が多分あいつ的には効くんじゃないかな。ねえ花ぼっきさ、どこぞの組織やらに追い込まれて散々な目にあったよな。お前調子に乗りすぎたから、どこぞの組織さんにな、あお前追い込まれちゃってよ、裏でビー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 よ、ああでもねこうでもね言い訳してよ、もうガン詰めされてるのも知ってんだからな、あの野郎。クソダセ、おめえの裏の事情話したらお前みんな離れるぞ、お前から。ダサすぎて。冗談を鼻だけにしてくれ。